王への王は、ロバート・ダブルー・チェンバースが表し、1895年に出版された短編集である。ゴシック小説あるいは、初期のホラー小説に属する。また、同書に登場する架空の戯曲、および謎の超自然的存在も同じ名前で呼ばれる。王への王を読んだ、H.P. ラブクラフトは、同書に登場する、木の印に、闇に囁くもので言及し、このことが契機となって、 王への王が、クトゥルフ神話体系の一部とみなされるようになった。2010年7月、大滝啓介による翻訳が草原推理文庫から出版された。ただし、原書の短編集からは、王への王にまつわる最初の4編のみを取り、別の長編、魂をほふるものを合わせて収録している。チェンバースの王への王は以下の10編の短編からなる。 最初の4編は次の3つの事物により結びつけられている。続く3編は怪談風の作品で主に芸術家やその子孫を中心に描かれている。残りの3編は怪談ものではなく、チェンバースの後の作風である恋愛小説風の作品が多い。同書の中でチェンバースはアンブローズ・ビアスの著作からカルコサ、ハリ、ハスターといった固有名詞を借用している。 1927年に、チェンバースの王への王を読んだ、ラブクラフトは、同書に登場する王への王や、その他の事物を短編、闇に囁くものの中で、自身の創造物と共に登場させた。超自然的な現象や存在、場所などをただ曖昧に示唆することにより、恐ろしいことを読者に想像させるというチェンバースの手法も踏襲している。こうして、 ラブクラフトの著作に取り込まれた王への王や他の事物はやがてクトゥール不神話の一部とみなされるようになった。王への王は異しくも恐ろしい言葉で埋め尽くされた一種の刺激であるとされ、ヒアデス聖団のカルコサの地を舞台にした王へを着る王の存在が書かれている。この黄色の想定の本は読むものを狂気へと誘うと言われており、特に第二部まで目を通した者には、 恐ろしい運命が待ち受けていると言われている。ビアスの作品では、ハスターは温厚な神であり、羊飼いのハイイータが進行している。一方、チェンバースの作品では、地名とされている。ラブクラフトはその正体を明示しなかったが、後に、オーガスト・ダーレスが、ハスターを旧支配者に位置づけ、クトゥルフシンは、TRPG によって、 王への王は、ハスターの化身の一つとみなされるようになった。ジェームズ・ブリッシュのモアライトによると、王への王は、常人の倍ほどの背丈があり、異様な色彩の衣をまとっている。クトゥルフ神話、TRPG では、衣装の色は黄色とされており、また、蒼白の仮面で素顔を隠していることになっている。黄色い衣は、布ではなく、皮膚に類するものである、とも言われる。 古風な金の草岩細工が施された黒い島目能の止め金、木の印を持つ者の下に現れ、その魂を喰らう。木の印を所持する者は自分の意思でそれを捨てることができない。また J. トット・キングリアはライナルト・ファングラーフが描いた王国という絵を通して、その所有者のもとに現れた事件を描いている。王国には多くの人間の不幸や悲痛、苦しみが描かれており、 絵を見た者は、その強烈な悲しみに囚われて失意に打ちひしがれ、最終的に絵の中心に描かれた、大絵の王を目にして自殺する。ザ・キング・イン・エロー・ファースト・エディション・コントロバーシー。2014年3月21日閲覧。ジョシアンド・シュルツ・チャンバーズ・ロバート・ウィリアム・アン・ HP ・ラベクラフト・イン・スイクロープディア・ P38 ・ジェームズ・ブリッシュ・モア・ライト。 ザ・ハスター・サイクル、P117、J ・トッド・キングリア、ファン、グラーフの絵、ラブクラフトの世界、青新社、ISBN4 から 878923261CO197。ありがとうございます。